こんにちは。ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきです。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回も早稲田大学韓国学研究所、キム・キョンボクさんと一緒にお送りしていきたいと思います。キョンボクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早稲田大学のキム・キョンボクでございます。お願いいたします。さあ、そして今回のゲストはジャーナリストで報道番組のディレクターでもあるパク・ジンファンさんをお迎えしていきたいと思います。パクさん、よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。パクです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、パクさんはですね、お話ができる幅が非常に広い方だと思うんですけれども、今回はカルチャーから知るということなので、はい、パクさん自身も注目されてきたと思いますけれども、韓国のエンタメと、そしてメディアから見た社会というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。はい、どうでしょう、キョンボクさんは最近の韓国のエンタメだったり、それを取り巻くメディアの動きで何か注目されていることというのはありますか？はい、そうですね。やはりBTS もそうですし、いろいろと話題になる明るい情報もあれば、まあいろんな意味でゴシップ的な情報も私がいるヨーロッパにまで届いていますので、そういう意味で世界的な現象なのかなというふうに思ったりもしています。結構そちらでヨーロッパに滞在中に、学生世代だったり若い世代でもK-POP ファンの学生たち、若者たちの声なんか聞いたりしますか？直接街でどのぐらいの現象があるのかは直接は確認取れていませんけれども、大学などにおけるアジア研究の第一歩の入り口としては、韓国研究を選びたいという人々が中国研究や日本研究に劣らず、もしかしたらそれ以上のブームになっているということは、やはり韓流現象が影響しているということは間違いないと思います。なるほど。実は私自身もですね、中東のシリアに2年ほど前に取材に行った時に、本当に決して都会ではない集落に泊まらせてもらった時に、そこで暮らしている女の子が韓国のエンタメが好きで、将来は韓国でなんかエンタメ業界で活躍したいということで、一生懸命 YouTube を駆使して韓国語を学んでいるなんていうところにも触れました。パクさん、改めてなんですけれど、この韓国のエンタメ、もう社会的にも、経済的にもと言えると思うんですけれども、非常に大きな影響を与えてきたと思うんですけれど、ちょっと大きな聞き方になってしまうんですが、まず韓国社会の中でこうした、K-POP だったりですとか、そうしたエンタメ、どんな位置づけになってきたというふうに言えるんでしょうか？そうですね、最近、経済的な側面から見ますと、やっぱりその前までは、10年、20年前までは、K-POP なりドラマなり映画というのは、いわゆる日本でいう芸能扱いだったんですよね。だから産業というよりは、いわゆる芸能、スポーツ新聞とかで扱う芸能の話だったんですけれども、この20年間、一つの産業としてものすごく成長してて、今は一つのビジネスとして取り上げられるケースがたくさんありまして、それがちょっと前と変わったなということがあります。で、特にその、全体経済規模から見ると、そんなに大きくはないと思うんですけれども、やっぱりその、主に K-POP の話をすると、いくつかの大手企業がありまして、そこでだいたい1年間、日本円でいうと7000億円ぐらいの売り上げを上げてるので、その意味では結構大きなビジネスとして、評価されてると。で、もう一つはですね、やっぱりその韓国というのは経済的に、ちょっと集中してるんですよね。自動車とか半導体とか、韓国を代表する産業というのがあると思うんですけれども、やっぱりそれは韓国全体経済に占める、輸出額とか生産という、GDP の中での比率が高いので評価されている。それが韓国の代表する産業という意味もあるんですけれども、すでに今はその中で一つ象徴的な意味として K-POP とか韓国の映画含めた韓国のエンタメ産業というのが、いわゆる文化的な意味として非常に大事な一つの産業として象徴されてますので、20年前とか30年前の経営の扱いからもう随分変わって、ビジネスとか一つの主な産業として今取り扱われる時が多いんですね。うーん。そうなると、それだけの一大産業ということは、やはり世界シェアが広がってきたということと、切り離して考えられないと思うんですけれども、どうでしょう、先ほど行木さんからヨーロッパでのお話もありましたし、中東でも、例えば私たち歩いていると、BTS っていうふうに声をかけられたりしたんですよね、シリアでは。で、どうでしょう、世界的な広がりというのは、パクさん、どんなふうにご覧になってきましたか？そうですね。やっぱり世界的に、あとまた同じ話になると思うんですけれども、いわゆる韓流というのは、専門家とかいろんな研究する人から見ると、やっぱりある程度段階を踏んで、今、3段階とか4段階とか言われてるんですけれども、やっぱり最初はやっぱり日本ですごく韓流があって、日本で人気があったのが、どんどん世界的に広がってるんですよね。うーで、ん、それがもう今おっしゃったように、それ間違いない検証だと思うんですけれども、今、ヨーロッパとかアメリカだけじゃなくてですね、新しくビジネスを展開しようとするその企業側の話を聞くと、南米とかアフリカとか、今までその K-POP が行ってない地域まで、その うん、K-POP を広げようという、ビジネスもありますので、例えばメキシコとかで、メキシコの人を抜擢して、なんかをアーティストを作ったりとか、グループを作ったりといあう新しい試みもあるんですよね。で、その意味ーで、やっぱりそのアメリカとか、普通に言われる大きなマーケットではなくて、新しいマーケットを発掘して、そのパイを広げていくという動きもありますので、それがうまくいけば、主に例えば日本とかアジアとかヨーロッパとかアメリカではなくて、我々が音楽マーケットとして認識してなかったところが新しい K-POP のマーケットになる可能性もあるという、そういう意味で違う段階にちょっと入っていってるのかなという感じはします。確かうに、例えばんブラックピンクのように、その一つのグループの中に多様なルーツのメンバーがいるなんていそううでパすターンもね。ありまうすもんん。ね。はい。でも、どうぞどうぞ。だから今おっしゃったように、今までは例えば、韓国の資本で韓国人、あるいは韓国にルーツがある人で構成されたチームが、K-POP という、イメージがあったんですけれども、今、ご存知のように日本にはその韓国の、企業が作ったニジューというチームもあったりとかしうて、ん、今までは K-POP といえば、韓国にルートがある人が発信する文化だったのが、どんどんちょっと性格が変わってきてて、もちろん韓国のその資本とかで、韓国の資本と韓国のその企画で作るんだけど、その中身を見ると、全く韓国のルートと関係ない人たちがに構成されたチームがどんどん出てくると。その意味では、K-POP と言ってもいいのかどうかわからない状況になってて、本当にそのボーダーレスというか、その境界が完全なくなっているような状況にも今、動いているので、K-POP というのは随分性格が変わっていく可能性はちょっと見えてきましたね。うそうですね。ん。うん。軍木さん、いかがですか、今のお話。すでにパクさんがその点について指摘してくださったわけですけれども、K-POP っていう時の K っていう頭文字は、コリアを指しているものではとどまらないっていうことに、みんなが気づき始めてですね、K-POP っていう原点として、朝鮮半島のコリアっていうのがあったことで、朝鮮半島の人々が比較的それで喜んだってことは確かにあるんですが、今のフェーズに入ってくると、マーケットにもカルチャーにも国籍はないわけでして、国境を越えての移動から次のステップに行かないといけないということになってきたと思うんですね。で、その例が一つ二つ私が聞いている範囲で紹介させていただくのであれば、例ですけれども、一つはベトナム出身の人がですね、ヨーロッパに暮らしていながらも、本国にいるベトナムの若者との共通的な文化的なアイデンティティを形成する上で K-POP がお互いのあ確認点になっているっていうのが一つ。あ、もう一つはい。は、インドネシアとかイスラム国家における原理主義的な動きを若干トーンダウンさせるカルチャー的な装置として K-POP を活用したりということによって、あまり宗教原理主義に偏らないような工夫や努力っていうことが、開発の現場やそういうところでも導入されつつある。これがえ賛否両論があるかーもしれませんけれども、特定の国の文化を超えてのみんなの共通的な何かになりつつあるということを紹介したいと思います。それだけやはり国籍、国境を越えての横断的な文化になってくると、非常に人気が高まっていると同時に、報道も過熱していくわけですよね。で、私の身近にもK-POP が大好きっていう、そんな友人たちはいるんですけれども、彼女たちに聞いたところ、私はちょっと馴染みがない言葉だったんですが、左遷という、私生活まで追いかけてきてしまうようなファンの存在が問題になったりですとか、そうした中で、報道の問題ももちろんあると思いますし、そうなるとやはりアーティスト自身の、心身の、特に心理的な安全をじゃあどういうふうに守っていけるだろうかっていうことを課題になってきたと思うんですよね。やはり、自身に過去追い込まれてしまった芸能界の方も何人もいらっしゃるということもあって、その点についてはパクさん、どんな議論がこれまであったんでしょうか。そうですね、一番問題になっているのは、やっぱり芸能人なりメディアによく出てる人に対する、書き込みで、なんかパッシングをする人たちがたくさんいると思うんですけれども、それで韓国ではやっぱりネットでの、書き込みで傷ついて亡くなったりとか、自ら命を落としたりとかする方もいらっしゃったんですけれども、それで国会とかでも、例えば書き込みを実名ですると。だから今までは、日本もそうなんですけれども、ネットを見ると、実名ではなくて、とりあえずログインして、誰が書き込んだかわからない状況ではない状況ですよね。それは韓国で、何人かの被害を受けて自殺したりとかするケースがあって、国会でもいろいろ議論されてて、それを防ぐために、書き込みするときに実名を書き込みをするという法案とかが提出されたんです。で、やっぱり問題は、表現の自由もあるし、個人情報というのもあって、うまくいかずに法律まではいけなかったんですよね。で、今おっしゃったように、芸能人とかアーティストに対するいろんなパッシングなり、書き込みというのは、いまだに問題になって、なかなか現実的に解決できないのは現状ではあるんですけれども、もう一点、ぜひこれは、最近、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、ジャニーズ問題で社会がものすごく衝撃を受けて、それが海外にも結構報道されて、日本の芸能界の話が結構問題になったと思うんですけれども、その時に日本の法律家含めて、文化、芸術政策をやってる方が注目したのは、韓国の政策だったんですね。それが何かというと、韓流の話ちょっと戻るんですけれども、東方神起という、結構前のアーティストの韓流グループで有名な人がいるんですけど、懐かしいと言っちゃ怒られる。そうですよね。で、その人たちで問題になったのが、同例契約という契約がいつまで続くのかわからない。で、韓国っていうのは、日本でもそうなんですけれども、デビューする前に、練習生ということで、給料も低いまま、ずっと練習させられて、いつデビューできるかわからない状況が続いてて、その時はやっぱり企業から見ると何の生産性がないグループなので、予算だけが投入されてしまうと。という、企業側から見て、じゃあ、デビューした後には、もう完全企業側に有利な契約になってしまって、その契約が何年続くのかわからない。例えば、自分がどれぐらい稼いでたかわからない。会計、情報すら公開されずに、例えば、月30万円とか、給料を払うくらいでずっと長く続いてて、それが問題になって、東方神起が、当時の会社に契約を解除してほしいという裁判を起こしたんですね。それがすごく問題になっていて、それから奴隷契約というのが韓国ではすごく問題になっていて、そこで韓国政府がやったのが、標準契約書制度というのがあるんですよ。というのは、何があっても7年以上は契約できない。というのは、7年になると、アーティスト側が、この会社とはこれ以上契約しませんという意思を示すと、企業側は契約を解除するしかないというような法律を作ったんですよね。そこから見ると、今まではもう完全アーティストは企業に言いなりになっていて、すごいこう人権問題もあったり、いろんな問題があったんですけれども、それを改善するために政府が法律を作って、ある程度と同じ立場でネゴシエーションができるようにしたのがすごく日本社会でも注目を受けた、されたんですよね。その意味で韓国は、もちろん今日本も指摘されているのは、芸能が会社、事務所という内部が全くブラックボックスになってて、どれぐらいに稼いでて、どれぐらいを配分しているのか全くわからない状況が続いてるんですよね。はい、その意味で、アーティストの人権というのはどれぐらい守られるのかというのもよくわからない状況になってるんですけれども、韓国はもうすでに5、6年前からそれを改善しようと思ってて、標準契約書制度を作ったり、あとはさっき心理的な問題も申し上げ話がありましたけれども、それを文化的に政策的にサポートするんじゃなくて、例えばセクハラを受けた時とか、はい、いろんな問題があった時に、正直どこにどう相談すればいいのかわからない人たちもたくさんいると思うんですよね。やっぱり大物の芸能人だったらそんなのないと思うんですけれども、練習生だったりちょっと弱い立場の芸能人とかアーティストは、被害を受けたらどこに相談すればいいのかわからない状況があると思うんですよね。それをいわゆる総合的にサポートする文化コンテンツ振興院というところを作ってて、そこにはセクハラを含めて心理的な相談を受けれる窓口もあるんですよ。はい、それは公的な機関としてっていうことですね。第三者機関ですよね。政府の予算も入り、民間からの予算も入って、はい、政策支援はもちろん、心理的なカウンセリング、しかも被害を受けた時は弁護士を紹介して、映画分野においては映画振興委員会というのがあるんですけれども、そこは性平等委員会というのがありまして、例えば性的な被害を受けた人が相談すると弁護士を紹介して裁判費用まで全部支援するんですよ。だから言っちゃえば何ですかね、ただエンターテインメントというのがどうせ民間のビジネスだから、ことを食っていうことじゃなくて、やっぱり韓国は、さっき冒頭にもちょっと申し上げたんですけれども、韓国を代表する産業として成長しているので、それをちゃんと管理していかないといけないという、認識が政府の中にもありまして、やっぱりそんな組織を作って、総合的にサポートしていくという制度がよくできてるんですよね。だから、今おっしゃったように、もちろん書き込みで傷ついたりとか、その問題はまだまだ解決できてないんですけれども、実際に自分が被害を受けたりしたときに、ちゃんと相談して、支援を受けるようなシステムはちゃんとありますので、その意味では非常にいいケースとして、世界的に注目を集めてるんですね。はい、なるほど。やはり過去映画監督による非常に悪質な性暴力のが発覚したということもありましたし、それこそ例えばBTS で言えば、女性に対する暴力の裁判が続いている最中に、そのアーティストが、BTS のアルバムに関わったということで、ファンから声が上がったりなんていうこともありました。で先ほどからたびたび名前が出ていますけれども、やはり韓国のいろんな世界的に知られているアーティストたちの中でも、とりわけ注目を集めてきたのが、やはりBTS だと思うんですね。で、一口に語るのは非常に難しいとは思うんですけれども、改めてパクさん、BTS というグループが、どんなふうにこれまで広がりを見せてきたグループなのかということを改めて伺えますか？そうですね。私が最初 BTS という名前を聞いたのは随分10年以上前なんですけれども、その時ちょっと、まだちょっと研究職を目指した時があって、なんか大学でちょっと、非常勤という形で授業をした時に、韓国語を勉強する学生さんが、先生 BTS してますかって聞かれる、誰と思ったんですよね。はい、それは韓国では全く人気がないチームだったんですよ。BTS というのは海外から人気があって、逆に韓国の方に輸入されたチームでもあって、それも非常に面白いチームなんです。で、BTS というのはですね、今、なぜそんなに世界的な人気があるのかというと、やっぱり今まで韓国のいわゆる K-POP グループ、K-POP のアーティストたちがやってないことをやったんですよ。今になってみると、いろんな専門家含めて、BTS がやってきた非常に戦略的な動きがあって、それがおそらく世界的に人気を集める一つのきっかけになったのではないかと言われてるんですよね。これが何かというと、まず、大体よく言われているのは3つぐらいがあるんですけれども、例えば、歌を歌う人はやっぱりアルバムとかは作るんですけれども、アルバム作るときにそれぞれのアルバムというのは、一回一回でその話は全部変わっていくんですけれども、BTS はいわゆるその小説を書くような感じで、ストーリーテリングという方法を取り入れる。はい。で、例えば最初のアルバムはテーマが格好はがい、はテーマい。だって、テーマになって、その BTS 自分たちが格好で感じた、学校を通いながら勉強しながら感じた感情を歌詞にしたり、タイトルにして一つのアルバムを作り上げる。そのなるほ後ど。作ったのが青春、若者というテーマのアルバムなんですよね。だから、学校を卒業して、社会に出た若者が感じること。だから BTS も多分学校を卒業して、一つのアーティストとして社会に出て感じたことを、そのアルバムに全部入れると。その感じでストーリーをずっと作って、今までアルバムを作ってきたんですよ、BTS は。それが非常に、聞く人から見ると、やっぱりただのその歌詞とか音楽じゃなくて、どこか生活の中で自分が感じたことを BTS が音楽で語ってくれると。う共感ーでん。きる部分がすごくあると。ということうなんん。ですけれども、やっぱり、なんていうんですかね。韓国にある、例えば、格差問題とか、若者の問題とか、それはおそらく韓国だけの問題ではないと思うんですよね。日う本にん。もある問題だし、はい。他にもある問題だし、ヨーロッパにもある問題だし、人種問題含めて、すべての国にある問題なので、それを聞いたいとは、やっぱりなんか共感できるところがあると。ということで、おそらく BTS が人気を集める一つの、戦略になったなとるほ思うんど。ですけれども、そこにプラス、あの、それが例えば発信する方法によっては、韓国の国内にとどまることもあったと思うんですけれども、もう一は個い。非常に大事なところがどこかというと、やっぱり SNS なんです。うーん、うん。で、BTS というのは SNS を非常にうまく活用してて、ただ自分の音楽とかを、例えば YouTube に載せて音楽聴いてくださいだけじゃなくて、自分たちの、特殊な番組を作って、そのうメンん、バーうたちん。が自分の日常生活を普通に全部公開したり、うそこん、うでん。例えばなんかお互いに話す機会を作って、自分が今までやってきた、活動したこと、中で感じた感情とか、それを普通に語る番組とかを作って、ずっと配信したんですよね。そうはすい。ると、やっぱり、遠い、ものすごく遠いところにいるアーティストじゃなくて、ものすごい身近なところにあなるるアほーど。ティストで、日常生活を共感できるような、なんか隣にいるようなアーティストになってるんですよ。うで、ん、うしかん。もそれが SNS だし、全部英語とかをスクリプション作って配信しちゃうと、やっぱり韓国だけじゃなくて、世界どうこでもこの ん。SNS を見て、BTS とこなんか会話してるような感じ。身近に感じなが短さ。ら。うそれがん。一つ非常に大事なところで、しかもそれがうまくいって、実はBTS だけの SNS も作っちゃったんですよね。えフえ。ァンクラブとかが入れる。で、それはい。だけ中に入ると、もっと濃密な話を聞けるとか、音楽を先に聞けたりとか、ミュージックビデオも先に、他の人より先に見ることができたりとか、うその ん、うん。SNS の、活用も BTS が今の BTS につながった一つの非常に大事な戦略だと思います。なるほど。なるほど。もしかすると、ソーシャルメディアの、存在の違いもあるのかもしれないですけれど、やっぱり一世代ぐらい前と言ったらいいんですかね。日本では冬のソナタが大ブームになうって、ん。で、韓流ブーム、ヨン様ブームなんていうことが、うん。いろんなメディアで取り上げられていたと思うんですけれども、当時のブームと、今のブームってやっぱりちょっと空気感とかメディアの取り上げ方違うように思うんですけれども、その違いというのはパクさんどんなふうにご覧になってますか？そうですね。やっぱり冬のソナタは私から見ても日本だけだったんですよね。ああ、韓流というのは実はいろんな方の話聞くと、やっぱり中国から始まったと。中は国い。で人気があったと。それが、その後日本とかで人気があって韓流になったと皆さんおっしゃるんですけれども、やっぱり冬のソナタとかはドラマだったし、その背景を見てほしいんですよ。実うん、は、うん、今はちょっと変わったんですけれども、ドラマを作る時の予算というを考えると、人件費が非常に大きな部分なんうです。ん、はいはい。で、日本っていうのはそもそも人件費が高いので、ドラマとか映画を作るときに人件費が高いから予算がたくさん必要になる。だけど、その冬のその他時代の韓国のドラマ現場というのは、さっき言ったように人権問題もあったり、残業代も全く払わず、ものすごい安い人件費で、それが問題になってるんです、今も。う今も問ん、題うになってるん。んですけど、いわゆる搾取されて、現場で働いてる人の、いわゆる地位で作られたもので、ものすごい予算が安いんですよ。だからうコスん、パがうものん。すごくいいんですよね。その意味で、当時の NHK 含めて、いろんな枠を埋める、安い値段で埋めることができる。何があできるかといったら、ノスタルジア、ちょっと昭和時代の日本を感じるようなドラマをそういう輸感入想しいっぱいて、ありましそたうですよそね。うね。ですで、ね。だからこそ、その当時はだいたい50代とか60代の方が結構韓国ドラマを見て、時代劇とか見て、で、当時の方って朝鮮半島の歴史とかに関心がある方が多かったんで、その意味では、ちょっと連敗が主な、消費層になった韓流だったと思うんですよ。で、うそれん、が一う回ん。ちょっと終わりまして、やっぱり日韓関係も悪くなったり、イ・ミョンバクさんが독都に、竹島に上陸したりとかして、日韓関係がすごく悪くなると、やっぱり一時期ちょっと韓流がなくなっうたん。と。うで、ん、うん。その時までは、例えば音楽が日本で流行ったりとかするのはほとんどなかったと思うんです。う基本的ん、にうドん。ラマか映画だっそうたでとす思うんですね。けれども、それが、いわゆる皆さん第2期と言われてるんですけれども、いわゆるボアとか少女時代とかの女性アーティスト、ガールズグループというんですけれども、それがちょっと日本で人気をう集ん、めると、うん、これうがん。第2の韓流ブームになるんですよね。で、ここで考えてみると、やっぱりドラマというのは、その時皆さん携帯で見る時代でもなかったし、それを消費するためには、ちゃんと家でパソコンかテレビの前にそう座でらすなきゃいね。けない時間的な制 DVD 約借りが、てきたそりうとですかよっね。ていうね。時間的な制約があったので、あんまり広がりがね、制限があったと思うんです。でも、音楽というのは、当時やっぱり iPad とかも新しく出てて、その MP3 プレイヤーとかも出てうて、ファイルでん、音楽を聴けるようになった時代もあって、やっぱり新しく韓国の音楽がちょっと人気を集めると、やっぱり消費というのが急に増えるんですよね。その意味で、うその受けん、から K-POP というのは日本社会にも、韓国の音楽っていいよねというのが広がって、その意味で広がったのが今の、例えばコロナの時代もあったり、BTS もあったりとかして、一気に K-POP が一つの韓流を代表するものになってて、今やもう本当に連敗関係なくて、うん、う消ん。費される一つのコンテンツになってるんですけれども、それを本当に皆さんが韓国の音楽と思って聴いてるのか、一つのなんかK-POP 的なパターンがありますので、それが好きで音楽を聴くのか、また別、もう一回考えないといけないと思うんですけれども、その意味では、やっぱり安いコストの韓流からなんかこう世界的にこう流行ってるコンテンツうとしてんうん。消費する方に性格が変わったのは確かだなと思いますなるほどし、ね。今は逆に現場の話を聞くと、韓国のドラマの現場だと、いや、日本で作った方がいいんじゃないと言われてるんですよね。日ええ、本の方が人件費が安くて、今はお逆金転はし確てかかかんないんにでね。す。はい。そう、特にネットフリックスとかは完全、いや、韓国のコンテンツでも日本で作った方が安いから、その方法を考えましょうとか話もう出んてるので、今うは完ん。全、なんていうんですかね、こう、日本と韓流がこう、垂直の関係から、もうそれは完全に逆転されてるう状況になっんうてん。て、うんうそのん。意味ではもう本当の2、30年前の韓流と今の韓流というのは完全に性格が変わってるのかなという感じはしますね。なるほど。今のお話、宮本さんいかがですか？いや、本当に勉強になる話ばかりで、ノートを一生懸命取ってたんですけれども、その BTS の現象の直前なのか、少しオーバーラップされてる部分があるかもしれませんけれども、日本ではほとんど流行らなかった、サイのカンナムスタイルってういう曲ん、が世界的なブームを2012年ぐらいに引きあり起まこししたたっていうことね。が、私の中で記憶に新しくてですね。で、そのサイの人気現象は、まだ若干コミカルなダサいアジア系のおじさんのイメージからですね、BTS に変わりつつ、ジャニーズではジャニーズが日本ではいろいろと人気がありましたけれども、男性のアイドルグループがこのような世界的な現象になるということが一つ大きな驚きでもあったわけですね。で、3つのポイントをいろいろと解説してくださいながら、やはりARMY っていう言葉はまだ出てきてないわけですけども、ファンたちのうんうん。独特のそのサポート体制っていうのが、むしろ BTS への関心と同じぐらいにですね、あるいはそれ以上に私にとっては、アーミーって何なんだろう、誰なんだろうっていうところが、関心の第う一段階んにうあん。ったっていうことを共有したいということです。で、それが、サブスクっていう言葉は出てませんけども、アーミーになれば特権を得られるというか、別の、情報を得られるという状況の中で、いろいろと世界的にはですね、この BTS 現象を通じて、その文化を超えた、例えば東南アジアとかだったら、オッパとか、チンチャとかですね、何でもかんでも、オッパをつけたり、チンチャをつけたりというような、いろんなアジア的な言語を超えて、文化的な言語を超えての現象として現れてるっていうところが、興味深いこと。で、最後に一点だけ加えるとしたら、兵役問題で軍隊に行ってる間にも、個別の活動がですね、ジョングクなんかを見ると、世界的な屈指のそのスターダムに上がってるっていうことを再確認したっていうことが、人々にとって安心素材になったのではないかなっていうふうにも思っています。うーん、今のお話でのアーミー、BTS のファンのことをアーミーというふうに呼びますね。で、私もそうした日本の中のアーミーの方々のその動向なんかはよく注目したりはするんですけれども、特にその BTS の広がりというのは、やはりファンの動向というのも非常に注目されてきたと思うんですよね。うパクんさん、どうでしょう、アーミーと呼ばれるファンの方々の存在の動きで、パクさんが注目されてきた動きなんかはありますか？そうですね。まあ、BTS を考えると、やっぱりいつもついてくるのは、ARMY というファンクラブうなんです。非ん、常になんですか、ユニークで活動が面白くて、ちゃんと声を上げるというフうァンん、うん、が非常に面白くて、ただ、例えば自分の好きなファンだから、この、このアーティストはすごくいいんですよという自慢の声ではなくてですね、やっぱり社会問題について非常にセンサティブなところまで踏みう込んん、でう発ん、信するというのが非常に特徴的なのがアミなんですよね。うん、で、やっぱりアミというのは一番注目されたのは、まあ、きっかけと言われているのは、皆さん、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、2018年だったと思うんですけれども、BTS が国連で演説をするとありいう、ました非常ね。に面白い現象が起きてて、それが一つのきっかけなんですよ。アミがそのううん、社会問題とかに発信したり、積極的に参加するようになったのが。で、やっぱりその2018年、その BTS が自らの声でいろんな社会問題についてちゃんと声を上げましょうとか動きましょうということを国連で演説した後に、実際、その BTS が所属している、今、その会社が一つのものすごい注目の動きがあって、それが何かというと、2020年にアメリカでその黒人が警察に殺されるという実は態い。がありまして、すごはくい。大きな問題になってて、社会的にいろんなデモとかも起きたんですけれども、ブラッそク・のライブス時マに、ターのをそうです掲よげね。てデモが起きてっていうは時い。ですよね。そのデモに、実は BTS の会社が寄付してるんです。うん。SNS でもブラック・ライブズマターにそうつでいす。て発信したりしてましたよね。で、しかも、いくらでしたっけ、結構大きな1000万円ぐらいかな。1000万円ぐはらい。いをその団体に寄付をするんです。うんそれうが非ん常に注目を集めて、その時からやっぱり ARMY という人たちは BTS と一緒に行こうという、意志というか、それが強いチームだ人たちだったので、じゃあ我々も声を上げていきましょうという話になってて、実は、その時は、ARMY という人たちが、もちろんアメリカ、その黒人問題があった時に、アメリカではすでに ARMY が結構声を上げてて、我々は黒人 ARMY を、なんていうんですか、I love you black army だったのかな。そういうのうをんキャッチフレーうズんで、黒人を応援するという動きも ARMY の中であって、すごく非常に注目されたんですけれども、はい。この時はアメリカだけなのかなという感じだったのが、一つきっかけになったのが、2022年に韓国で面白い学会がありまして、BTS 学会というのがあって、え BTS 学会。BTS 学学会会があるんで、ですか。それ、なんか、ふざけるなみたいな感じかもしれないんですけど、本当に真面目な学会で、内容は何かというと、え BTS の ARMY とか BTS 検証が、どのような中で注目されたのが、ARMY の社会参画というか、政治参加というのが非常に注目されてて、いろんな国から来た研究者たちが発表するんですよ。その国の ARMY がお何ーをしてたのか。めちゃめちゃ聞きたそうい。それそので議す論ごを。く聞いてみたら、インドネシアは労働者の賃金問題で、そのアーミーたちが声を上げて、自分たちの、えそれーを実現したとか、何かどこでは何をして反対運動で何を成功したとか、いろんな事例が集まるんですよね。その時はい。から、アミというのはものすごい政治的に声を上げてるんだっていうのは、その時にネットワークが作られたことによって、非常にはっきり分かなるっほてるど。んですよ。で、その学会が非常に意味がある学会だったので、やっぱりその BTS、自分からもちょっと先ほど申し上げたんですけれども、BTS の歌詞とかを見ると、やっぱりすごく社会にメッセージを発信しようとする歌詞がすごく多くて、うんうん。ARMY の社会運動で一番よく使われているのは、not yet、まだだよという、な、not いえ。yet という、その音楽があるんですけれども、いろんな社会運動でその歌を歌いながらデモをしたりとかするぐらいに、非常に社会的に動きが活発。ARMY というのは、イコールなんか政治的なメッセージ、なんか社会的に何かを発信する、社会問題にちゃんと参加するというイメージをはっきりつけてるので、そのな意る味ほで ど。ARMY の役割というのは、BTS と一緒に動くと、BTS そのものもすごく政治、なんかメッセージをずっと発信してるので、その BTS のメッセージ性プラス、その BTS と一緒に行こうとする ARMY という人たちが一つのうチーんムになって、やっぱり社会にみんな参加して我々の声を上げましょうという一つの象徴的な流れになってるのかなっていう感じはしますね。いや、日本国内で、いろんなお話を聞いても、例えば、このシリーズでもご紹介したことがある、京都府宇治市にあるうウトロん、の記念館に、アーミーの方々が来て、本当に熱心に展示を見て、その後、うんうん回ったメンバーで議論して、なんていうことも、関係者の方に聞きましたし、うそれんこそ、入管法が非常に、非人道的な形で変わってしまうということが、去年、今年と続きましたけれど、やはりデモの現場では、ペンライトを持って、うん、ファンの方々が、やはり共に声を上げるという姿を私自身も見てきました。こうした、先ほどBTS 学会っていうところで、魚目さん、すごく反応されてたと思うんですけれど、今のお話、当い然かでがすでけすど、か？いや、今のお話がですね、例えば日本の芸能プロダクションの縛りがあるがために、芸能人が政治的な発言ができないとか、非常に自粛してしまうっていう現象が際立ってあるわけですよね。で、これについて若い人たちに、私が学生たちとコミュニケーションを取ってみると、やはり芸能人の政治的な発言はあまり良くないのではっていうような意見も結構あるわけです。でうも、ん、国境を越えて海外のそのファンたちの動きを見ると、やはり社会問題は私のものであり、政治っていうのは私たちの生活の問題であるっていうところで、一番近い文化的なツールを活用して、声を上げていき、それによって人々の関心が広がっていくっていうことを、もう少し日本社会でもポジティブな側面で学ぶきっかけに活用できればいいのかなっていうふうにも思っています。で、これはBTS に限ることじゃなくて、今、アメリカの大統領選挙がヒートアップしつつありますけれども、アメリカのスポーツ選手や芸能人たちも政治的なスタンスを明確に出すということに躊躇しないということは、決して政治問題というのは別枠ではなくて、私たちの日常の問題である。そしてその中で文化というのが生きているんだということを確認取りたいなというふうにも思いました。うーん、そうした中で、やはり近年注目されてきたのが、やはりBTS のメンバーが徴兵制どうするっていううん話でしたよね。これ韓国ではもう国会を巻き込んでの議論になったと思いますけれども、法改正なんかもなされたと思うんですが、この間の例えばBTS と徴兵制をめぐる動きというのは、メディアではというとちょっと大きな言い方になってしまうんですと思うんですけれども、あのやはり報じられる論調などで、パクさんが注目されてきた点というのはありますか？そうですね。徴兵す、韓国は徴兵制がある国なので、あんまり世界的にあんまり残っている国ないと思いますし、多う分世ん界一番制度として強い、制度を持っている国だと思うんですよね。いまだに1年6ヶ月とか、で、拒否したら刑務所に行くしかないとうか、今はちょっと変わっんたと思うんですけれども、世界一強い徴兵制がある国なんですけれども、実は徴兵制というのは、みんな、これは本当に、その、不公平というイメージがあるとダメなんですよね。規う制を伴んう制度なので、その不平等というイメージがあってしまうと、みんな自分は徴兵に行きたくないというイメージにつながってしまうので、非常にセンサティブな問題でもあるんですよ、確徴かに、なん兵制かに。近年ですと、例えばフェミニズムを否定するというか、叩くような文脈で、男女平等っていうんだったら、う女んにも徴兵制適用うしろみん、たいな、はい。そんな声もあったりしますもんね。で、実はですね、やっぱり韓国社会で徴兵制は不公平というイメージが強すぎて、誰でも徴兵の義務があるんですけれども、60年代から80年代間に、実際、いわゆる軍隊に徴兵として入隊した人の割合って半分ぐらいしかないんですよ。うん、というのは、お金がある人とか、自分の、いわゆる日本でいう何ですかね、なんか、親方みたいに親がすごい人だったら、軍隊行かなくて免除されたりとか、あということで、ものーすごく差別と格差の象徴的な制度でもあるんですよね、徴兵制。はい。今はちょっと良くなってるんですけれども、いまだにちょっと病気があった人はいろんな方法で軍隊を免除を受けるケースもあったりとかして、もう不平等の象徴的なことなので、みんな行きたがらないんです。うで、ん、その中でやっぱり国のためにいろいろやってくれたという人、すごく私は嫌なんですけれども、その人たちは免除するんですよ。免除できるんです。例え功労ば、者みたいなとそんこ。な夢ですよ。なんか戦争はでい。なんか実績を残したみたいな、すごいそんな感じおー、の、オリンピックでメダル取ったりとか、はオい。リンピックだったら国際大会で、なんか3位以内に入った人とか、そういう人は軍隊免除なんです。うで、ん、今まで BTS においては、議論されたのは、今まではいわゆるその芸能、例えばポップとか音楽とか、その人たちのための免除制度はなかったんです。で、BTS はもういろんな意味でものすごい記録を残してる。例えば、ビルボードチャットでなんかアジア人として初めて1位をするとか、何百万円をその売り上げを記録したとか、やっぱり BTS といえば韓国ということだから、オリンピックでメダル取ったのと一緒じゃないかと。だから免除すべきだという議論はあったんですよ。だけど、政治家から見ると、あんまりそこまで広げたくないですよね。やっぱり、正直そのオリンピックでメダル取った人を免除するのもすごい反対世論が高くて、あの人たちはオリンピックは出るけど、でオリンピック出ると手当もらって全部お金もらって、金メダル取ったらまた協会とかスポンサーからめっちゃお金もらってて、結局個人のためにやってるのに、なんでその人たちは免除なんだよと。これ国のためじゃなくて個人のためでしょという反対世論がすごい高かったんですよね。そこにまたその BTS のような普通のアーティストたちも含めると、その不平等というイメージがもっと広がってしまうので、その意味では政治の中でも議論はあったんですけれども、誰も動いてなかったんですよ。その BTS を免除する法律を作りましょうというの。それぐらいに韓国ではものすごくその徴兵制というのはセンサティブな制度の一つでもありますので、その議論の中で、やっぱり BTS がすごい賢いなと思ったのは、自ら我々のための法律を作ってくださいみたいなようなニュアンスの発言をもう全くしてなくて、最初から我々は分隊に行きますと言ってるんです。それはやっぱり BTS 的には韓国社会で徴兵制が何を意味してるのかはっきり認識した上での私は選択だと思いますので、その上でみんな今分隊に行ったんですけれども、結局これもすごくなんていうんですかね、軍事主義的な考え方かもしれないんですけれども、そんな BTS が軍隊に行ってまた戻ってきたというなんか建設というか、それが多分広がってると思うんですけど、その意味ではまた BTS が別の意味で評価されることになると思うんですよね。だけど徴兵制は必要ではあるんですけれども、やっぱりいろんな意味で行けない人もいれば、行きたくない人もいるし、良心的な問題でもいろいろ行けない人もいるので、そうですよね。もうなかなか認めてくれない社会ではあるので、そういう意味で BTS が軍隊に行かないというのは、本当に徴兵制の不平等感をもっと増やしてしまうということでもありますので、それぐらいに一歩間違えば、ものすごくパッシングを受けてしまうようなその制度でもありますので、それをちょっと改善していかないといけないのかなと、両方でちょっと考えるしかないと思いますけど、なるほど。今の社会制度と社会の空気感の中で何を選択すべきなのかということを、非常にご本人たちも悩まれたかもしれないなと今のお話を聞いていて思ったんですけれど、そもそもやっぱり徴兵制度があるのは、南北が分断されていまだに休戦状態というのは非常に大きいわけですし、じゃあそれってなんで起きたのっていうふうなことを手繰り寄せると、やはり植民地支配の歴史にたどり着くわけで、その植民地支配の不条理が地続きでずっと今に至るまで、BTS を含めた若い人たちを、こうしていろんな苦渋の決断に追い込んでしまっているっていうこと自体、私たちやっぱり同じ地平で生きているっていう、意味でも考えなければならないんじゃないかなというふうなことは思ったんですけれど、どうでしょう、ギョンモクさん、この、徴兵制とBTS を巡る報道だったりというのは、どんなふうにご覧になってきましたか？これはもう本当にこのテーマだけでも2泊3日集中討議をしないといけないぐらい複雑、またセンシティブな話なんですけれども、いくつかのキーワードでちょっとだけもう一度振り返ってみるとしたら、平等であることと公正であることっていうのは概念的に若干違うっていうところで、いわゆる女性も軍隊へとかっていう意味のいわゆる吟味しない形での平等主義を適用するっていう問題点が、公平っていう立場からいくとですね、より複眼的に考えなければいけないことだっていうことを一つ指摘したいと思います。で、当然、権利と義務のバランスっていうのは、いわゆる行政や政治の中では必要になってくるということは認めつつもですね、やはり今のその制度の一つの問題点の中には、代替制度を導入していないということが、韓国の徴兵制度の一つの盲点の一つであり、これはパクさん本来はもっと詳しい情報、知識をお持ちだと伺っておりますけれども、時間がないので代替制度をどう考えるかっていうくらいのキーワードだけ共有したい。そしてそもそも論として21世紀の今、南北の対峙が続いているとしても、徴兵制を導入しないと兵力、国防がこう保たれないのかっていうような根本的な部分からいくとですね、やはり軍隊の在り方、国防の在り方ということについてのもう一度見直しが必要である。でも、それに触れることは、やはり政治家の政治生命につながるということで、かなり難しいということで、結局は国のためとか国益って何なんだろう、国民って何なんだろうっていう概念が問われているのかなというふうにも思っています。うんこの BTS をめぐってはですね、所属の、事務所をめぐっての動きなんかもいろんな形で注目されたり報道がなされたりっていうことがありました。最近ですと、その事務所のHYBEをめぐっては、傘下のレーベルの有名プロデューサーが、刑事告訴されたりっていうことが大きく報じられましたし、それだけではなくって、私もこれ実は注目をしていた点なんですけれども、アメリカの支社の、最高経営者であるスクーター・ブラウン氏が SNS に、イスラエル支持をするっていう、内容を載せて、で、写真も掲載してたんですよね。イスラエルに直接行って、で、軍人たちと一緒に写真を撮ったっていう、そういう写真が広がって、ファンの中でもこれ、結構非難があったり、批判されるべき行動だなというふうに私自身は思ってはいるんですけれども、そうしたファンの反応だったり、その SNS での反応だったり、何かパクさんの中で注目されていた点というのはありましたか？全体的に見ると、やっぱり今おっしゃった写真の件はですね、意外と韓国ではあんまり取り上げられてないんですよ。ああ、そうなんですね。というのは、やっぱり温度差というのがすごくありまして、やっぱり韓国ではですね、意外とイスラエルとガザの問題はあんまり注目されてないというのがすごく面白い現象で、いまだに休戦状態で戦争をが終わってなくて、さっき言った徴兵制のように日常生活の中で戦争を感じる制度がそのまま残っているにもかかわらず、戦争が起きる国に対する配慮とか考えがすごく足りてないんですよね。これはイスラエルとガザ問題とかじゃなくて、ウクライナ戦争においてもあんまり興味がないのが現実で、報道が少ないというのは聞きました。非常に少なくて、一つ面白いなと思ってるのはですね、日本の方からよく言われてるのは、韓国人ってよく声を上げてるよねと言ってるんですけれども、それはですね、意外とすごく自己中心的で、国内問題なんです。政治的な問題とか社会的な問題で、いわゆるグローバルな問題においては、あんまり声を上げてる人が非常に少ないというのが、韓国における社会運動の現状なのかなと思いますし、でもう一つレーベル問題なんですけれども、正直それいろいろ報道されたりとかするんですけれども、内部で何が起きてるのかは正直よくわからないんですよね。ただ憶測でこうだああだとか言ってるんですけれども、実際本当に何が起きてるのかわかんないし、問題というのはアドアという友人があるチームの会社なんですけれども、その一つのHYBEというでかい企業の一つのレーベルなんですけれども、そこでどんな契約書でどんな形でその会社との契約になってるのかも明らかになってないので、よくわからないというのもあるんですけれども、一点ちょっと注目すべきところは、日本と比べると、日本のエンターテインメント会社というのは、株式を上場した企業もほとんどなくてですね、大体なんていうんですかね、一人がすごい強い権力を持っている一人が経営するパターンが多いんですけれども、最初ちょっと言いましたけど、韓国ってやっぱりビジネスとか企業になって全部上場して株価が動いてるんですよね。でその意味でなんか問題があった場合に株価がものすごく動いてて、例えばユジンスのアドア問題、そのなんか独立するしないとか、なんかそんな話になった時に、一気に1000億円ぐらいが株価が暴落したりとかするんですよね。それは私的には今まで芸能ビジネスとか芸能社会を見るとあんまり中身が見えないというのがあるという今までのパターンから見るとやっぱり透明性は高くなったのかなと。その意味ではいろんな意味でこうアーティストを含めてちゃんと守れる、見えるようになっているので、その意味ではすごくいい検証なのかなと。そういう意味でそんな感じで見てますよね。で、韓国のメディアもですね、やっぱりその何が起きたかというよりは、やっぱり K-POP の産業ってこのままでいいのかという議論もたくさんありまして、いわゆるその BTS の企業である HYBE というのは、なぜそんなに成長したかというと、M&A、いわゆるもういろんな会社をお金で買ってしまったんです。はいはい、ちゃんとした経営システムがなくて、バラバラになってて、11個のレベルがあるんですけれども、どう色を分けてどうやるのかというのがあんまり今まではっきりしてなかったらしくて、その意味でやっぱりその新しいそのビジネスとしてもっと成長するためには、もうちょっとこう未来を見た総合的な経営が必要ではないかとか、そんな議論になっているので、その意味ではちょっと今まで随分その前と過去と比べるとものすごくビジネス的になって世界的な企業になってものすごくいい方向になってるんですけれども、もう一つ違う段階に行くターニングポイントになってるような気がするんですよね。で、どんな経営でどんなビジョンでどうやっていくのかという議論になってますので、その意味では非常に私個人的には問題いろいろうるさいんですけど、やっぱり一つのいい検証なのかなと私は個人的にはそう思ってます。はい、やはりこう社会的な責任だったりこう透明性だったり、まだまだこう課題はこう残しつつも少しずつこう試行錯誤がこう積み重ねられてきたこう分野だと思うんですよね。どうでしょう、こう今のお話もこう含めてキョンモクさんから何かパクさんに改めてお聞きになりたいことなんかはいかがですか？いや、もうたくさんありますけども、今のお話からすると、そのヨーロッパなんかにいますと、いわゆるイスラエル・パレスチナ問題、ウクライナ・ロシアとのその戦争問題について、やっぱりこう、どこかの陣営の論理で発言をしないと、あるいは発言したくてもできないっていう状況が、先ほど私が前向きに捉えてもいいかもしれないっていう、この芸能人の政治発言っていう部分が、非常にこう、複雑な構図として現れてしまうっていう難しさがあると思うんですね。私も夏木さんと同じような考え方に近い立場ですけれども、それによってどのような根拠で、このようなこう発言やこう投稿について規制を加えるべきなのかということは、この賛否両論がいろんな場面で起こりうる難しい話で、ここをどうこう対応すべきかということは、こう短い時間にこう乱暴に言うこともできないこうもやもや感で日頃困ってるっていうところで、でもこれは一つ言えることは、オープンなダイアログを続けるきっかけにしたいなっていうところでですね、それによって関心を持たなかった人たちも、やっぱり真剣に考えて、調べて、また人の意見を聞いて、またこう、間違いを恐れずに自分の意見をまた、違う意見とぶつけてみるっていう、口論の場として、喧嘩の口論じゃなくてですね、公の議論ができる場にしていきたいなっていうふうにも思いました。先ほどのお話に遡って考えたときに、世界的にも非常に影響力が大きい立場だったり事務所ですよね。ただ、やはりARMYの方々が声を上げる一つのきっかけになったのが、国連のBTS での演説だったとすれば、やはり人権にまつわるような法だったり、あるいはその国際法などに立脚して、で今世界の中で何が起きているのか、でそれに立脚して何が問題なのかっていう点で、アーティスト自身も事務所も、あるいはそれを見ていく側も一つの視座として軸を持っていく必要があるのかなと思うんですが。一方で日韓の関係に軸を戻すと、先ほどカルチャーエンターテインメントを通して日韓の動きが随分変わってきたというお話すでにいただいてたと思うんですね。で一方でやはりこのエンターテインメントを通して互いのカルチャーに興味を持つという動きも少なからずあるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとこれも大きな聞き方になるかもしれないんですけれども、最後に今後、こうしたエンターテインメントなどを通して、どのようなつながりができていくんだろうか、どんなふうな展望があるんだろうかということを、パクさんなりのお考えを最後にお聞かせいただいてもいいですか。そうですね、日韓といえばやっぱり歴史問題は否定できない問題だし、いつまで続くか分かんないんですけれども、歴史認識についてはやっぱり日韓の間にはずっと続く一つの問題だと思うんですよね。で、私から見るとですね、この K-POP とか韓流というのはやっぱりなんていうんですかね、日韓、民間レベルでは交流はすごくいいことになると思うんですけれども、正直言ってお互いが深く理解し合う一つの媒体にはなってない気がするんです。というのも K-POP というのは今回の話でいろいろ議論もあったんですけれども、本当にグローバルなコンテンツになってて、正直言って顔を見てこの人たちがどこの出身か探さない、リサーチしない限り K-POP なのか韓国人のグループなのかよくわからないんですよね。で、特に日本でK-POP 聞く人の話聞くと、やっぱり K-POP だから好きというのもあるんですけれども、 K-POP らしいパターンがあるから K-POP が好きなんです。だからそこが K-POP だから好き、韓国文化だから好きではなくて、前は例えば冬のソナタとかだったらもう誰が見ても韓国のドラマっていうか分かってるし、でも今は本当にこれがどこの国の音楽なのか、韓国の音楽なのかよくわからない状況なので、ただ本当に一つの消費する文化になってるんですよ、K-POP というのは。なので、やっぱり韓国のコンテンツだっていうのを認識すると、やっぱり韓国の問題とか、日韓の間の問題とかにお互いが話す機会になると思うんですけれども、K-POP というのはやっぱり一つの消費するコンテンツになってしまったので、これが個人的に日韓関係にすごいいい影響を与えると思わないし、逆にK-POP というジャンルが好きな人と話すとですね、やっぱり歴史的な背景まではみんな考えてない人が多くて、やっぱり話するときに向こうは緊張するんです。韓国人が K-POP 好きですか聞かれたときに、やっぱり好きですよって言うんだけど、やっぱり、もしこの人歴史問題とか話すんじゃないみたいなことって結構警戒するし、そんなように言ってる人もいるんですよね。韓国の K-POP は好きだけど、正直韓国についてよくわかんないんですとか人も結構多いんですよ。だから、その意味で、いいチャンスでも、コミュニケーションを取る一つの、ネタにはなると思うんですけれども、これが日韓の間、もうちょっと理解が深まる一つのコンテンツになるかというと、逆に私は逆に言ってるような気がしてて、その意味ではもう例えば歴史問題とかはもう本当にあんまり言わなくなってしまって、もう K-POP というのは本当に消費する一つの文化としてしかなくて、それが日韓関係において非常にいい影響を与えるとか、なんか影響を与えるというと、私はあんまり全然別のレベルで、別の次元で動いているような気が正直するんです。その消費目線から脱するためには、何が必要だというふうに思われますか？正直言って、やっぱり教育、なんかお互いに話すチャンスと教育だと思いますよね。日本だって、この間、戦後79年でしたっけ、それでちょっと番組的にいろいろ企画して、街で若い人にどんな日かしてますかって言ったら、ほとんどの日がその終戦の日を知らないんです、若い人。戦争も知らない人に、例えば日韓の間にある歴史問題とかいろんな問題を話しましょうって言った時に、出発点が違うんですよね。そもそも戦争分かってないもんっていうことになってると、やっぱり話がうまくいかないので、今、韓国の方は若者がどんな認識なのか正直よくわからないんですけれども、やっぱり日本というのは、その戦争のことを忘れたりとか、あんまり話さないんじゃないですか、特に現代史の勉強もしないし。なので、やっぱりお互いがちゃんと学校のことを勉強するチャンスがあって、そこからなんか疑問があって、K-POP が好きだけど、こんな歴史もあったよね、何だったんだろうということにつながればいいんですけれども、そもそもなんか出発点が違う気がしてて、なかなか私はこう、なんていうんですか、ポジティブな未来はあんまりないような感じで、ちゃんと教育して過去のことを違ってもいいんですよ、その解釈というのは。でも、やっぱりそのファクトをちゃんと知ってることが大事だと思うんですけれども、このファクトすら知らない人が多い時代になってしまっているので、正直このまま本当に我々の世代がやってきた日韓の問題をこのまま次の世代に渡して解決につながるかというと、なんか違う方法を考えないとなかなかもっとこうお互いにコミュニケーションができない状況に陥ってしまうるという感じがする。土台が違うというお話、京木さんいかがですか？いや、本当にそうですよね。だからポスト韓流っていう文脈でいろんなこうコミュニケーションを図っていかないといけないと思うんです。文化交流とか文化現象と歴史認識っていうのを無理に関連づけて、日韓関係が良くなったとかいまだ良くないというような断定をこう行うこと自体に矛盾があるっていうのが一つあると思いますし、今日はK-POP の音楽の話が主流でしたけども、映画とかドラマの分野において、韓国のその作品というのは結構こう社会的な韓国の民主化とかいろんな権威主義自体の負の側面を扱うリアルなものっていうのがたくさんありますけれども、そういう意味でこうパラサイトっていう作品も世界的に有名になりましたが、他方でそのような政治的なものと社会的なパラサイトっていう作品はちょっと違う文脈なのかなっていうふうに思ったりもするんです。何が言いたいかというと、ケン・ローチっていうイギリス出身の有名な社会派監督がいますが、私たちは別にそれをイギリス映画として位置づけようとしてないわけですよね。だから人権問題とか社会問題を扱うケン・ローチという個人の監督のアングルの作品っていうふうに捉えていますので、こうパラサイトはポン・チュノさんが常にそういうものばっかりを作ってるわけではないかもしれませんけども、そういう意味で韓国映画っていうことよりもグローバルな問題を扱ったからこう海外で注目されたっていう、この上手な線引きの捉え方っていうのが今求められているのかなっていうふうにも思っています。ということで、まだまだその楽観できない、そもそものこう土台が違うという、こうそうしたこう指摘、とてもこう重要だったと思うので、エンターテインメントだけでこう何かをこう覆したりこう変えるということではなくて、じゃあ教育はどうなってるの、歴史認識のこう共有できるものって何だろうかっていうことを、多角的に見ていきたいと思いますし、そういう意味でもこのカルチャーから知るという、このシリーズもより幅広く幅を広げて皆さんにこうお届けしていきたいと思います。ということで、パクさん、京木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。